はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きは見ていきましょう。戦国時代へ再び戦国無双4ということで、皆さんこんにちは。改めましてゲーム実況者のテリオンと申します。よろしくお願いいたします。これまでですね、たくさん動画を投稿してまいりました。4年ぐらい投稿しておりますが、病気でね、ちょっと半年ほどプレイできない時期がございました。ただありがたいことにね、チャンネル登録してくださる方増えておりまして、2023年の3月末日でございますが、200名以上ね、登録していただいております。ありがとうございます。ただこの動画投稿されるのは2024年のですね、9月になってまして、ちょっとどうなってるかわかりませんが、チャンネル登録してくださる方が増えて、1万名目指していますという状態になっていることを願っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terio. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I'm sick and couldn't play for about half a year. I am aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel.ということでですね、続きやっていきましょうか。今回はですね、金ヶ崎撤退戦ということで、これがですね、朝倉市ですね、越前朝倉市を攻めに行った時に、背後からですね、近江の浅井氏にですね、攻撃を受けるというところでですね、これはいかんということで、撤退しましょうという話になった戦いですね。その時に神狩りを務めたのが、明智光秀と豊臣秀吉だったような記憶がございます。ということでですね、また前回同様にですね、またいろんな本を読んでいるというところで、まあ、社会学者の方とですね、まあ、土木建築、社会工学かな、の方が、お二人で対談しているというですね、まあ、本をですね、最近読んだんですけど、まあね、いろんなことがね、多岐にわたってね、描かれておりました。ですね、人文学、これ、古典ラジオのですね、というですね、歴史をですね、まあ、テーマにしてですね、いろんなことを語っているポッドキャストというのが存在してて、まあ、YouTube もやっていらっしゃるんですが、その代表の、ね、方がですね、述べていたんですが、まあ、日本はですね、まあ、世界かな、世界はですね、人文地、まあ、日本、特に日本かな、人文地にかけるですね、まあ、予算が少ないと。まあ、予算が少ないというか、まあ、人文地に、なんていうのかな、資源を全然ね、投資していないということをですね、おっしゃっていたんですが、これはですね、その社会工学のですね、先生もね、おっしゃってましたね。話し合いをするとですね、すぐにね、経済学の方に話がシフトしちゃって、人文学的なね、社会学的なところをですね、全く考慮しないと。これがですね、まあ、日本がね、おかしくなってしまった原因のうちの一つであろうということはね、推察されておられまして、まあ、確かにその通りなんだろうなという気がしました。これはツイッターにも書かせていただいたんですが、まあ、例えばですね、経済学だけしか見ていなかった場合はですね、まあ、田舎にですね、まあ、大きな道路を通せば、まあ、ここのね、交通が潤ってですね、まあ、いろんな観光客とかも入ってくるし、なんていうのかな、まあ、いろんなですね、ものが誘致できるんじゃないかみたいな感じで、経済効果も上がるんじゃないかみたいな感じで、作ったと。そうするとですね、実際やってみるとね、外から人はあんまり入ってこず、中の人がね、外に逃げちゃってですね、人口が減って税収減っちゃったみたいなね、うん、だから良かれと思ってやったことがね、マイナスになるってことがね、あるということでですね、結局それはですね、中にいる人たちですね、住んでいる人たちとかね、まあ、その都市の人たちと、お互い話し合ってですね、まあ、内容を決めなかったりしたことが一つ原因の一の一つに入るんじゃないのっていうことをおっしゃってまして、まあ、行政がね、勝手に決めてね、勝手にやっちゃうとですね、まあ、結果がですね、思わぬ方向に進んでしまうことがあるということがあるので、まあ、これは何でも建築するときとかはそうらしくて、でも、だからといってですね、住人の意見をですね、多数決みたいな民主主義で、全部決めちゃうと、それはそれでですね、問題が起こってしまうことがあるので、まあ、お互いがね、歩み寄っていって、まあ、落としどころを探っていって、やるということをね、やっていかないとですね、まあ、思わぬことが起きるということがあるらしくて、うん。まあ、そういった例がですね、他にもあるらしくて、東京ですね、東京に行きやすくするようにですね、高速バスをですね、走らせたと。そうするとですね、これも同じくですね、東京にね、行きやすくなっちゃったせいでですね、まあ、東京から、来る方はですね、全然来ないんですよね、観光の方がね。逆に、そっちのですね、田舎の町の方から人が出ていったと。
ということでですね、そういった交通機関を増やすということに関しても、やっぱり出ていく方にですね、シフトしちゃうと。本当にだから週末にね、だからその、まあ、その土地から出なくても、週末にですね、その若い人がですね、東京に全員遊びに行っちゃってさ、その商店街とかでね、その地元に落としてくれてたお金っていうのは全部で、東京に、ね、出ていっちゃってね、結局その地元がですね、廃れちゃうという結果になってしまうというようなこともあって、そういったところをですね、どういった風に対処していかなくちゃいけないかっていうところもね、一つ、課題になってるなという風におっしゃってましたね。まあそういったところを解決してくれるのは社会学とかね、そういったところを見て、いかないといけないと。社会学がね、どのように捉えているかというと、今の時代がですね、非常にですね、日本人というものがですね、規律がなくなったという時代になっていると、っていうふうに捉えているみたいでして、まあ、高度経済成長期の前まではですね、みんながですね、豊かになるというスローガンを持ってですね、1970年代ぐらいまでは頑張ってこれたらしいんですよ。日本人ってですね、一つのスローガンを与えられないとまとまることができないという特性があるみたいなことをおっしゃってまして、これはですね、本には書いてなかったけど、私の勝手な試験で考えさせていただくと、結局のところですね、日本人ってさ、日本人としてまとまってたっていう期間がね、あんま実はないんですよね、歴史を紐解いていくと。例えばね、幕府、鎌倉幕府、室町幕府みたいな感じで、幕府ですね、あと江戸幕府、江戸幕府みたいな感じでですね、まとまってたじゃないかっていうかもしれないですけど、結局のところですね、それぞれのですね、小さなですね、まあ小さくはないけど、それぞれの、まあ、県とか、なんていうかな、藩とか、そういう単位で結局のところまとまってて、なんだかんだ言ってですね、お上の言うことっていうのはね、従ってはいるんですよ。一応従ってはいるんだけど、でも、その全体としてですね、まとまっていこうっていう感じにはあんまりなってなかったっていう部分はね、あると思うんですよ。っていうのはね、おそらくだけど、外国の脅威があんまりなかったから、当時はね。だから、全体でですね、国家としてまとまる必要がなかったんですよね、多分ね、おそらくね。だから、まあ、お上の言うことはとりあえず従うけど、まあ、それぞれね、おのおの内政みたいなところは自分たちでやろうみたいな感じで、あんまりそのね、国全体としてまとまるっていう感覚はなかったと思います。国っていうのはそもそも、江戸時代とか言ったら藩とかだったりするし、地元がそもそも国だったと思うんですよね、日本人の中で。で、それがですね、だいたい明治、大正、昭和というところで変わってきて、まあ、昭和の多分ね、後期ぐらいは本当に国っていうところはね、ナショナリズムをすごく重視した時代だったと思うので、そこでですね、スローガンを掲げていって、ね、いろいろとですね、国家としてまとまると。それに もちろんマスメディアも関係してきたと思うんですけど、メディアが盛り上げていってですね、国家としてまとまるっていうスローガンを作っていったと思うんですけど、でいざね、高度経済成長して三種の神器とかが家庭に全部揃った後ですね、どうしたらいいか分からなくなっちゃったんですよね。日本人がね。それはね、ここから先はその本に主張されていたことになるんだけど、結局どうしていっていいかわからなかった、次のねシナリオをね描くことができなかったんですよね。これがね、ヨーロッパとかはですね、シナリオを描くことができたんですよね。その経済成長した後にね、緩やかに衰退していきつつですね、独自のですね、価値観を持ってですね、街を構築していくということがですね、ヨーロッパはできたらしいんです。っていうのは、ヨーロッパってね、もともとなんていうのかな、哲学とかですね、思考っていうのがですね、結構偉人がいっぱい出てるじゃないですか、哲学者とかね。日本ってさ、結構その輸入してきた部分があるじゃないですか、家訓とかね、もともと儒教とかですね、まあ、儒教が大きいかな、儒教を輸入してきて仏教とかね、それをですね、思想のカテゴリーとして、主軸として、あとそれを家訓みたいな感じでやってきてる部分があるから、どっちかっていうと思想とかそういうのはね、輸入してきてやってるという感じなんで、多分独自にね、新しくですね、自分たちで作れって言われるとね、弱いっていうのはね、やっぱあると思うんですよね、日本人ってね、もともとね、おそらく。だからヨーロッパはですね、自分たちでそういった考えを作って、失敗も結構してますよ、ヨーロッパって。だからアメリカもね、結構やっちゃったら失敗したっていうパターン結構あるから、でも日本人はね、失敗あんま少ないっていうのは、多分人の真似をしてですね、成功したものを取り入れて、作ったりとかするから、あんまりそういうね、失敗とかしないっていう部分はあるんじゃないかなと
という気はしますね。まあ、もちろん失敗もしてると思いますけど、やっぱ成功してるものを取り入れてるっていうところもあるんで、だからそういった風にですね、スローガンができなくなっていっちゃって、まあ、バラバラになっていったというところもあって、まあ、そのね、逆にそのスローガンとして間違ったスローガンをね作っちゃったっていう部分ももちろんあると思うけど、一つだからね、その国家を解体していったものの流れの一つが、団地化ですね。団地を作ってしまったということが一つの国家解体の一つだったと。っていうのはね、日本の中にはね、社会というものがね、実は存在していなかったということなんですよ。おそらくですね、キリスト教とかの世界ではですね、その宗教を元にして、ベースとして出来上がってた社会というのがですね、存在してたんですが、日本の中にはそういったものは実は存在していなかったと。それに、変わるものとして存在してたのが世間という単位で、まあ、その世間という単位が、じゃあどうやって存在してたかというと、いわゆる地縁ってやつですね、その土地に根ざしたですね、縁、縁西ですね、ゆかり、縁西、まあ、かな、というのが存在して いたからこそ、そこに、所属することで世間というですね、ものが生まれていたと。ところが団地化とかですね、していくとですね、その土地にあったものがですね、どんどん移動していってしまうわけで、そうするとそこの土地がね、変わっていってしまうわけですね、団地になると。で、かつ外からいろんな人が入ってくるという流れができてくると。それがですね、新住民化とかいうやつかな。それが80年代ぐらいから起こった流れらしく、そうするとですね、地縁っていうのがだんだん失われていっちゃうと。で、かつですね、その新住民化ということで、新しく外から入ってくる住民の声がでかいっていうね。うん、そうするとですね、まあ、花火なんかしちゃいけないとかね、ボール遊びなんかするんじゃないとかね、子供の声がうるさいとかね、そういった声が届くわけですよ。いっぱいね。そうするとそこにね、従っちゃうんですよね。うん、でそれ一個でもね、その事例ができちゃうとね、日本って何か知らないけど追随するんだよね、みんなね。一個でも事例ができちゃうと追随しちゃってさ、日本全国どこでもそういう風になっちゃうっていうね。うん、それによってですね、まあ、新しい家族が入ってきたりとかね、まあ、そういう新しいですね、なんていうかな、団地とかができたりすると、地元のですね、もともとあったですね、縁っていうのがどんどん消えていくと。ね、団地とかだったらね、本当にその、袖触れ合うもなんとかって言うじゃないですか。ね、なんとかの縁だみたいな感じで、隣同士ですね、まだでも昔の人はね、団地になってもそれはあったと思いますよ。隣同士で、ちょっと、作りすぎちゃったんで、お裾分けをみたいなのはあったと思うんだけど、今、絶対そういうのないから。犯罪に巻き込まれたりとかもあるし、みんなそれ注意してるから、絶対そういうことは今ないんですよね。よっぽどの田舎でそういうね、縁とかがあったような地域から出てきた人じゃない限りは、多分ないと思いますね。そういうことする人ってね。うん、だから、そういう縁っていうのが完全に切れてしまったと。でそこをベースにですね、作られていた世間っていうのが消えてしまったから、もうですね、自分たちの仲間以外は風景になってしまったというのが今の時代だというふうに捉えていましたね。まあ、これは確かにね、そういった傾向はあるなというふうに思いました。で、ただ仲間っていうのがですね、もともといた時代は、多分1990年とか2000年代ぐらいはそういう仲間っていう意識がね、あった時代だったというふうには言われているんですが、それ以降の時代っていうか近年っていうになってくると、もはや仲間という感覚もないんじゃないかと。ゆるく LINE でつながってる知り合いとかを仲間というふうにね、考えたりするらしいんですが、うん、そのね、先生たちが定義している仲間っていうのは、本当にいざという時にですね、お互い助け合えるっていうのが仲間であると。そういった人はいますかって質問にするに、若い人に投げかけると、LINE でね、100人、200人登録者がいたとしても、それは一人もいないなっていうふうにね、実感するそうです。つまり、仲間が消えてしまうということは、そこに付随していたですね、仲間以外は風景というですね、風潮も消えてしまってですね、すべてが風景になってしまうと。つまり風景になってしまうということでですね、実感が湧かないということなんですね。だからですね、まあ何かですね、物を壊したり迷惑をかけたりしても、それは風景であるとなってしまうとですね、すべてにおいて実感が湧かなくなってしまっているというのが今のね、現代の時代なんじゃないでしょうか。まあね、そういったね、まあ時代風景、背景というのがあって、
なかなかそこからですね、元に戻していくっていうのはですね、時間がすごくかかるということなので、壊す方は簡単なんだけどね、戻す方は難しいんですよね。だからそのね、共同体っていうのがですね、うまく復活すればですね、日本もね、また強固な日本というのがですね、戻ってくるかもしれないですけど、まあ今の新自由主義っていうのかな、そういうのが続いている限りは、私はちょっと無理かなと思っておりますね。で海外はですね、そういうのはね、どうやって残ってるかっていうと、やっぱ宗教ですね、宗教絡みで多分残ってるっていうのがあるので、キリスト教で教会で出会うとかね、っていうのもね、まだ残ってる。ただプロテスタントの国はね、ちょっと厳しい部分があるのかなって気はしますね。割とプロテスタントって個人主義なところがあるんで、だからね、そのカトリックとはそこら辺が違うっていう部分はあるみたいですね。だからアメリカとかはね、教会とかあったとしても行く行かないって個人の自由みたいな感じになってるから、多分行かない人は絶対行かないんで、そうなってくるとね、社会ベースでつながってたそういうね、公助っていうのかな、とかね、助け合いっていうのはね、生まれてこないっていうところはありますよね。そこをベースにしてですね、うまくやってたっていうのもあると思うんでね。日本で言ったらお寺がね、それをね、代替してくれるようなね、社会構造っていうのは昔はあったんじゃないかなと思うんですが、多分戦後以降、多分そういうのはね、全部、強制的に失わされたという部分もあるでしょうね、おそらくね。とでもね、昔のおばあちゃんとか神棚とかにね、祈ったりとかしてたりとかね、仏壇に、祈ってお経とかっていうのをやってたっていう部分もあるし、そこがね、一つ、それでもやっぱりね、お寺神社に行ってっていう、で誰かと話すってことは、そんなになかったかもしれないけど、心の支えとか拠り所になってた部分は持ってたのかもしれないですね。やっぱ神社仏閣っていう部分がね、今そこが失われてですね、さらにかつ共同体としてのコミュニティも失われてしまっているので、どこに頼っていけばいいかっていうところがね、分かりづらい時代になってきておりますよね。そんなような感じのことをですね、勉強させていただきました。あとメタバースですね、についても勉強させていただいて、それについてはですね、前回も多分喋ったかな、いいテクノロジーと悪いテクノロジーっていうのがあるという話をさせていただいて、それはあれかな、違う動画で喋ったのかな。メタバースに関してはですね、ユニバースとメタバースというのがあって、ユニバースというのが現実社会、メタバースというのが仮想社会ということで、メタバースの社会に居すぎると、ユニバース、現実世界でいられなくなってしまうので、非常にですね、危険なものかというふうに言っておりましたね。そのメタバースの世界にですね、残ることができる、それを当たり前とね、感じてしまう世代っていうのはね、やっぱり子供の世代になってくると、小さい頃からですね、ゲームの世界とかにずっといるとですね、それが当たり前になってきてしまうというね、世代がどうしてもあると。だからね、もっと上の世代のね、高齢の方とかがね、ゲームとかあんまりしないっていうのはね、ユニバースとメタバースだったらね、ユニバースにずっといた人たちだと思うので、もうそんな単純にね、簡単にメタバースの世界に行こうとは思わないですよね、仮想空間にね。でもその世代的にはね、やっぱりファミコンとかゲームとか出てきて、それに馴染んできたような世代はメタバースの世界にね、簡単に行きやすい部分もあるんじゃないかなというふうに思いますよね。特にね、そのデジタルネイティブっていう世代になってくると、もう元々ね、仮想空間に親和性が高い状態でね、生活してきたような人だと思うので、どん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 ですね、そういった空間にですね、入っていって、ユニバースですね、現実世界から離れていってしまうんじゃないかなと、それは危険なことなんじゃないかというふうにね、警鐘を鳴らしていらっしゃいました。いろいろとありますよね、社会問題ってね、本当にね。だからこれからね、どうやっていくんだろうなって気がしますよね。で、はい、ということでですね、スローガンっていうのがですね、今ないからまとまれないんだっていう話をさせていただいてたんですが、一応ですね、政府はスローガンとか出してると思うんですけど、なかなかですね、国民が一つにまとまることができないと。いうのもね、やっぱ SNS が発達しちゃってさ、そのスローガン出したところでですね、やっぱ反対意見がね、結構強くね、出ちゃうんですよね。賛成の人ってさ、意見書かないからさ。だからさ、基本反対の人が目立っちゃうんだよね。
だって反対の人じゃないと本当に書き込みとかしないでしょ。賛成の人は別にそれでいいやと思ってるし、無関心の人はもう書かないからさ、そもそも。だから本当に反対意見の方がね、多く見えちゃうんだよね。あれは心理学的にそういう風なことがあると思うので、だから非常にですね、まとまりづらい、社会になってるかなという気もしますし、そもそもね、それでまとまっていったとしてもですね、またね、なんていうの？前例がないとかね、なんかそういった感じでですね、潰してくる、社会構造がね、残ってるので、ね、やっぱりそのまとまってですね、社会を良くしていこうというね、ことをやろうとしてもですね、前例がないとか言って、ストッパーか、どうしてもストップかけられちゃうんで、なかなかね、日本がね、これからね、取り戻していくというのは難しいんじゃないかなと。産業構造自体は変わっちゃってしまったからさ、ものづくりの国日本とか言ってもさ、もうものづくりでさ、なんていうトップ取るっていうのはちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ可能性があるんだったら、まあロボット産業とかね、まあ航空機、まあ航空機はちょっと無理かな。航空機はなんかね、飛行機を作るエンジニアをですね、全員ですね、車の方にですね、飛行機作っちゃいけないってね、戦後になっちゃったらしくて全員車の方に行っちゃったんで、そのおかげでトヨタとかね、ホンダとかそういったところがですね、自動車産業として栄えたっていうのはね、あるらしいんですが、自動車がそもそもですね、もう EV に変わっていくっていうような流れになってきちゃったんで、そこがで、ね、ちょっと遅れちゃってるみたいなんでね、なかなかそのものづくりでもですね、トップは取れないかもしれないってとこありますよね。まあエアコンとかね、まあそういったところとかですね、そういったものづくりとかだと、まあ確かにトップは取れるかもしれないけど、いかんせんさ、ものだからさ、サービスを売ってるわけじゃないんで、インターネットのサービスみたいな感じで、世界中にボーンと一気にですね、コストもかけずにですね、売り上げができるというような状況じゃないので、そういったビジネスにはどうしてもやっぱ勝てないところありますよね。一つ希望が残されているとしたら、なんかこう 5G を超えた後の 6G に向けてですの向けて、新しいコンテンツをですね、制作していくと、そういったところでがうまくいけばまだ勝ち目はあるかもしれないみたいなことを、述べている方もいらっしゃいましたよね。まあどの道ですね、まあイージーも難しいよね。人口減っていくとね、少しイージーも難しいところもあるので、テクノロジーでどうにかして補っていくっていうところあるので、自動運転とかね、あるいはですね、その、スプリガンで言うようなアーマードマッスルスーツみたいなね、人工筋肉とかね、そういう科学技術でですね、もう一回ですね、一花咲かせれば、まだチャンスあるかなと思いますね。まあ、そこに対する投資っていうのがね、極端に少ないので、いやー、どこに投資してるかさっぱりわからないですけどね。科学技術 にもうちょっとですね、実用可能な科学技術を生み出せるような状況になれば、まあ、少しは変わってくるんじゃないかなという気はしました。はい、ということで金ヶ崎撤退戦やっていきましょうか。今回もね、一本撮りになっちゃうかなという気がします。時間的にね。もう目もね、痛くてですね、昨日本当にですね、もう本当涙目でずっとプレイしてて、昨日一日中ずっと涙目だったんで、今日はちょっとまだマシなんですけどね。ちょっと準備いたしますね。はい、では行きましょう。いやー、もうね、語るに語るですよ、本当に。申し上げます、浅井長政様、寝返り。バカな、後ろで長政殿が寝返ったっちゅんか。このままでは前の敵とで挟み撃ちに相まするぞ。さあどう出る、信長。ちょっとこれ画面が暗いな、もうちょっと明るい設定しよっか。久秀、信長を逃がす人、うぬに命ず。は我が輩が仕組んだと見抜いている。こんなさ、なのにあえて我が輩に奴の命を救えと命じるのか。こんな外国風のさ、はとか言うかな。お辞儀で。信長は絶対という因果を破り、京へ来襲、三好の残党らを平らげた。
その後信長は将軍足利義昭を統制下に置くと、上洛命令に従わない越前の朝倉家討伐に動く。だが天下を狙う浅井長政の裏切りに遭い、浅井朝倉の攻撃を受けてしまう。信長は即時撤退を決意、久秀に先導役を命じると、秀吉光秀ら他の家臣にしんがりを命じた。織田の将金ヶ崎撤退戦。さあ撤退していきましょう、撤退していきましょう。まあ光秀さんですよね、一人はね。見るために。まあ秀吉も入れてもいいんだけどな、もうほとんどレベル1だもんね。光秀と久秀で行くか。なんかパートナーズ選んだらね、あれが起きるっぽいから。ついてきて欲しいのかな。特別な演出が起こる組み合わせはね、あんな感じでなんかね、つくらしいんですよね、色みたいなのが入るとニコちゃんマークがつくんで。まあ武器はこれでいきましょう、92だもんね。軍馬はまあ足毛のままでいいでしょう。で久秀さんは武器持ってないな、行こうか。松永久秀。あ、そう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 、またね、武士の家訓っていうのもね、今読んでてね、やっぱね、久秀信長を逃がせ。よいしょ。だが退路に陣取る敵が邪魔よな。対逆の確保のため遠藤直道と海木なんとかを撃破せようと。まあ久秀さんにやってもらうか。なおここにおらぬ味方は別の戦地で敵の追撃を食い止めております。そう、それでそのね、武士のその家訓というのを読んでると、まあいろんなね、あの武家の家訓が出てくるんですよ。長州とか薩摩とかね、あと北条とかね、北条家の家訓とか、あとどこだったかな、以上、あとあれだ、上杉家とかね、武田家とかね。まあでもね、そのマイナスの格もやっぱあんまないよね。学問にしっかり打ち込みなさいとかね、そういうことはやっぱね書いてありますよね。まあ、学問というのはね、その勉強、以上。豪族は当然織田の敵だが、月元綱なら話が分かる。さあ織田信長と朽木元綱の合流を援護せよと。はい、行くぞ久秀。よいしょ。さあ久秀さん頑張って。即なし参れ。よし、さあ光秀がちょっとここはね処理しておくから。その真面目な働き報われればよいが。久秀の方がさ、松永の久秀さんの方がさ、周りを巻き込めるからさ、攻撃的に。朽木さんは倒してはいけないんだよ、今からね。よいしょ。周りをとりあえず倒して呼び込もう。切り進む。戦なき太平の世を見るまで。朽木さんこっち来て。来ないか。ちょっとちょっかいかけないと来ないかな。よいしょ、来いよ、引っ張ってこよう朽木さんを。あ、来ない。よいしょ。
じゃあ真っ直ぐの奇跡さんがついてくるしかないな。これ周りのやつ倒したら来るかな。よいしょ、ほい、押すったり。さて、これ信長動くか。よし、じゃあひたひたに任せよ。ここはやられた諸君、言いたかったかね。あ、そう、そのね、武士の格言で言うと五条っていうのがあるんだよね。元妻、織田は今まさに日の出の勢い。ここで信長様と戦えば貴様は織田の旧敵よ。だがここで信長様を救えば、賢い貴様ならばわかるだろう。うむ、信長殿、京への道案内をいたそう。素晴らしいな。しっかり寝返りさせるこの草秀の手腕。よし、信長と一緒に対決してくれたぞ。信長様は無事に逃げられているんです。うん、みんなも生きて信長様の元へ戻りましょう。さあ、あとはみんなを助けるだけだ。残り者どもさっさと逃げるぞ。信長が死なぬならその無造はどうでもいい。さあ、味方武将出現。味方武将の対撃援護ですよ。固まって撤退すれば馬財の思うつぼ。分散して引いて敵の目も散らせ。うん、開門。さあ、分散して敵の目を散らせと。さあ、来た来て。俺は馬財結果心。ああ、とうとう来た。あんたら全員ここで果ててもらおう。うん、とうとう高虎ってあの人似てんな、三国志のさ、何だったっけな、李牧じゃなくて、あれ誰だっけ、李天、李天だ、李天、完全李天だよね、顔がね。よいしょ、大谷義継さん出てきたね。義継も撃破しなきゃいけないか。とりあえず義継倒しに行くか。五条っていうのはね、仁義礼智信っていうですね、5つの価値観をですね、まあ、武士はなんていうの、大事にしなくてはならないというね、考えがですね、あると。それ江戸時代かなんかの考え方なので、もっと前はね、もうちょっと多かったと思うけど。信忠苦戦、敵の方が一枚言われる。どこ信忠が、あ、南の方に行っちゃってる。最低、よいしょ。その真面目な働き報われれば よいしょ。オッケー。我が剣は心を切るためにあるのか。それ五条のそのね、仁義礼智信っていうのがあるんですが、仁っていうのはね、分かりづらいかもしれないけど、仁がですね、慈しむ心みたいなのが仁らしいんですよね。義はね、よくある話だから、みんな分かってると思いますけど。で、信忠やられちゃったよ。コツコツ退却しておるな。このまま脱落者なしでいけるかな。よいしょ。今のところ全員無事のようです。全員無事なの。犠牲を一人も出さずに行きたいところです。すべての味方武将を退却してまで誘導せよ。あら、これ以上の被害が。信忠やられちゃったからな。ショック、くそー。我が剣は心を切るためにあるのです。間に合わんかったか。よいしょ。そう、義はだからね、義の武将ね、って言われてる上杉謙信みたいな感じで、まあ義理みたいなもんだよね、義って言ったらね。あと霊はまあもちろんね、霊を尽くすの霊だよね、礼儀とかね。地はまあ知力でしょうね。
信は信じるだから、まあ嘘を言わないっていうことだね。信用っていうことだよね。信忠はどこでやられたの？高虎にやられたのかな？そう、ちょっとショックだな。全員助けるつもりだったのにな。よいしょ。よいしょ。残る味方部署の配送に注意せよ。庭長秀急、どこ庭さん。どこや庭さん。見ついて意外に攻撃力低いな。庭さんはどこにいるんだ。全部署庭。秀吉もかなり苦戦してんな、これ。庭ちゃんは？あ、庭ちゃんそこか。庭ちゃんとこまで行くの結構きついな。ちょっと光秀にさ、指示を出したいな。光秀は、こいつを助けに行って。久々にこうちょっと処理するか。お、市さん！市さんいたか。さあ、そうか、ここでもあれで行ったんだな、多分秀吉行ったんだな、昔のデータ時はね。うん、お市様、お市様って言ってたもんね、秀吉がね。秀吉はね、女好きだからね忍びないだろうな、お市さん戦うのは。よいしょさあ、光秀はとりあえずそこを庭さんを守りに行こう。よいしょ。結構危なかったよ、庭さん体力。よいしょ。2人いたのか、朝倉と磯野さん2人いたのか。さあ、庭さん苦戦するわ。よし、皆さん助かったか、これで。かなり囲まれてたよね。とりあえず全部ここを排除しよう。よし、行き先で誰と戦ってんだ。河合さんか。河合さんって聞くとさ、あれしか思い出されないんで、新選組のさ、感情型の河合さんしか思い出さない。よいしょ。さて、キム・チョヘを倒しつつ、また庭さん。庭さん、なんで。あ、まだいたか。マガラさんじゃ。我が剣は心を切るためにあるのです。マガラさん、仁王でね、両面宿儺になった男だよね、確かね、マガラさん。両面宿儺といえば、あれだね、虎杖君だよね、呪術廻戦だ。よし、みっちゃん、さらに助けに行くか。ここは羽柴の秀吉さんがいるところか。あと秀吉だけか、助けるのは。ここは？あ、家康がいるか。うん、じゃあみっちゃんが秀吉助けに行こうか。光秀に助けられると嫌だろうな、秀吉もね。結構秀吉は光秀のことをね、嫌ってたんじゃないか説あるからね。っていうか、まあ漫画とかではそういう風に描かれること多いかな。うん、まあ自分がね、だってナンバーワンになれないからね、秀吉、あ、光秀がいる限りね。あ、ここにマガラさんが出てきた。よいしょ。通常攻撃の方が強いな、これ。三角入れるより。このシャシャシャのサイドの、これが強いわ。光秀強いな。よし、ここでクリアしたんじゃないか。あ、まだ家康のとこがあったか。
さあ、一人で頼むぞ。うん、よし、よし、対決。よいしょ。宮部さんって聞いたらさ、誰だっけ、宮部警部しか思い出さんは、吉田松陰がさ、脱藩してまで会いに行った友達ね。友達に会いに行く約束がありますゆえっつって脱藩したっていうね。吉田松陰もね、なんかどっかで松陰の小説かなんか見たいなって思うよね。松下村塾のね、あれはね、読みたいなって思ってたよね、どっかでね。松陰と高杉晋作と、逃がすな、我らの覚悟、兄上と天下に見せるのだ。おう、あとあの人、勝利条件変更。吉影どこにいる、あ、南にいるか。そしたら光秀はまあこのまま吉影のところに向かってもらって、北秀が南に行くか。草賀源瑞ね、草賀源瑞名前かっこいいからさ、なんか覚えちゃうよね。草賀っていう名字自体もかっこいいのに源瑞だからね。かっこいいよね。まあでも江戸の幕末とさ、戦国ばっかり勉強してもね、多分ダメなんですよね。多分ね、戦前戦後をね一番勉強した方がいいと思うな、個人的にはね。よいしょ。そこもね、まあ視野に入れて勉強していかないとな。怪物の手先を倒すとしよう。日本がなんでこうなってしまったのかっていうのをね、理解するにあたってはやっぱ戦後かな、歴史をしっかりね理解しておかないといけないなっていう部分があるから。よいしょ、行け。さて朝倉さん、我が子にしてくれるわ。よいしょ、あんたの子になるほど落ちぶれちゃいないぜ三木では。でも浅井さんが天下を狙う浅井がって出てきたけど、天下狙ってると思えないけどな。浅井さんは朝倉と縁があったから助けに行ったっていう話だったような記憶があるんだけどね。無事退却できました。この地獄、我ながらよく切り抜けたものです。いや、かっこいいね三木で、イケメンすぎるわ。でも結構年だったっていう話だと思うけどね、この時ね、すでにね。総退却失敗、いろいろあるんだな。竹中半兵衛もあったね、ミッションがね。これはグレンに心眼。心眼ってどんな道具か。道具は別にいらないからな。今後は？これもいらないな。進撃等が。先行研修、不和。不和は？禁止時に連携ゲージを10年。まあ、これもいらないかな。よし。まあ、久秀さんは、よしよしよし。いいね。いろんなアイテムも手に入ったし、この道具も使っていこうかな。ランの後。長政殿、なぜ、何故、信長様に背いたのです。長政殿、信長様と違う道を、違うよう望んだんじゃな。一方信長は久秀の手で無事都に帰りついていた。久秀、大義。
久しぶりのみじろぎもできぬまま信長の前でかしこまった。さすがの久しぶりの額にも冷や汗が玉のように浮かぶ。こたびの長政が謀反、うぬが煽ったか。うぬを許そう。また生かされた。我が輩の運命がまたあやつに歪められた。さあ、乱丸 ES 勘弁。さて、野田福島の戦いということで、背く者は手休み、信長の戦や苛烈を極めるということで、次回こちらをやっていきましょうか。またいろいろとやっていくこともありますし、ポッドキャストもね、いろいろと喋りたいこともあるので、またその時はよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。